皆さん素敵な家族を紹介したいと思います。長い間彼らのハンサムな息子を待っていました。そして今印象を共有したい。 おかげさまで。あ、ああの、とても健康で、あの、元気にしてます。ただ、最近ちょっと夜泣きがひ <laughs> ど<広>くて <laughs>。それがちょっと悩みの種ですけど、それ以外は元気です。えっと、な。あ、うん、夕飯はちょっとあれでしたけど、まあ、あの、よく眠る子です。うん。 インターネットですねあの、なかなか情報を探すのが難しくてあのいろいろこうあのリサーチしてあの初め、私たちウクライナにあまりこうなじみがなかったものですからあの他の国ですよね、メキシコだとかインドだとかそういうふうなところの蔵、あのまあ、クラなんていうんですか。 あのクリニックを探してたんですけれどもどうもそれがうまくいかなくてあてインドはあの法律が改定されてしまったしあの他のところもあんまりこれといったところがなくてそれで最後にまあじゃああ,のあんまり期待しないでウクライナも探してみようかっていうことでインターネットで調べてみたらなんかこういろんなところがバイオテックスもあの含めて出てきてでそれでああのバイオテック テクストというところがあるんだなっていうことが分かったっていう感じです。どうやってテキストコンテ治療を受診ましたか？えっと治療を受けることにした理由ですか？ あそうですねえー、っと、まあ、いろいろウクライナには代理母出産をしてくださるあの使っているクリニックがあったようなんですけれども最終的にバイオテックスカムに決めたっていうあの決め手になったのはあまずあの成功を約束してくれるっていうんですか一旦引き受けたケースは最後まで責任を持って子どもができるまであの頑張りますっていうことだったんでそこが一つとあとは代理母出産の ところだけでなくてあのそ,れそれこそあの空港からの送迎だとかこちらでこうパスポートとか出征届なんかを出すときにあのウクライナで暮らさなくちゃいけないんですけれどもその間の,あのお世話っていうか面倒も見てくださるっていうことであのその一貫したサービスっていうところに非常く魅力を感じてあのバイオテクスさんとあの、まあ、契約を結ぶっていう形になりました。 このクリニックと他のクリニックでどのぐらいの試みがありましたか。そうですね。私たちはあのアメリカでえっ、ー、と <laughs> IBF を二回ほどやったんですね。まあ IBF って言っても私の場合はちょっと薬にあのあのアレルギーがありまして、あの普通の一般的なやり方ではなくてナチュラルサイクルの IBF を2回ほどやったんですけれどもちょっと心臓に問題が出てしまってそれでどうしても自分では IBF を続けることができなくなってそういうことがあったあとしばらく体を治すのに。 あの自然療法だとか漢方中国の漢方療法だとかハリキュウだとかまあ,あのそうですね皆さんがあこれっていうふうなこうものはもう全て試してみたんですけれどどれもうまくいかなくてで最後の最後にあのじゃあ,あ,ーあのダーリハーハー出産っていうことがあるみたいだからっていうことでそれが私たちのまあ最終的な手段っていうかもう最後に残された手段っていう形になりました。 あ、卵子ドナー、うん、どうやって選びましたか。えっと、卵子ドナー、そうですね、<laughs> 私たちの時は。それこそ、どのくらいいたのかな。あの。 そうですね私たちがは見たのはあの年齢ですよね、うん、私が高齢でだったもので子どもが産めなかったものですからまずは年齢若い方がいいなと思ってそれをまず一つとそれからこう、まあ、外見ですけれど見た目がこう健康そうであることそれからあとはあのビデオ がああありましたよねあのあのビデオで紹介の本人の紹介があったものですからその話している様子を見たりとかしてああの私たちが選んだそのドナーの方はとてもあの高い教育を受け,受けられているみたいであの話し方なんかも非常に好感を持てるような方だったんでそれで選ばせていただきました。 言われた時何を感じましたかそうですね嬉しいとも思いましたけれども、うん、私の場合は何せこう過去にいろんな失敗があったものですから、うん、その嬉しいというよりもああこれでんかこう難関を一つクリアしたっていうただそういう感じでしたねで本当にうまくいくってあまり思ってなかったので実際のところだからあ,あのこのままうまくいけばいいなと思いつつもあんまりこう考えないようにして、うん、あの普通にあの生活してました。うんうん 赤ちゃんの出産について話してください。うそ,そうですね。あのとにかく感激しましたね。あのまあ自分で産んでないのでね。だからその妊娠中のこうたの経験っていうのがないじゃないですか。だけれどもそろそろ生まれますっていうことでバイオテックさんからも連絡があったりとかして、それでこちらに来て、で病院に行ってまあ息子を見た時には本当にもう涙が出るくらい嬉しかったです。 えっとバイオテクさんの方ですよねえっと、うん、私は卵子を提供していただいたのでほとんど治療っていうのはあのなかったんですけれどもただうちの主人が精子の方はあれしたんですけどあの非常にスムーズでしたね。あの なんだろうバイオテックさんもあのダイリハハさんのチェックをよくしてくださってたみたいだし、うん、もう全て順調にいって今回私たちは何も心配することなく最後まで、うん、あの、うん、えええっと私は治療してないので、うん、ちょっとわからないですけれども。 あクリニックの方は、え大丈夫です。そして、あちゃんについては何かもう少し感じてますかうーん、そうですね、今、11月の13日に生まれたので、はい、今日ちょうど1か月になるんですね、あの本当に元気に育ってくれて、あの本当に感謝していますね。<laughs> はい <laughs> えっと私たちは人もともと2人で暮らしてましたのでうちに帰ると3人での暮らしになってまあお友達だとかが待ってまして家族も遠くに住んでるんですけれども私たちが自宅に帰った折にはうちの方に来て子どもをね抱いてみたいっていうふうに言ってます。 そうですね。パスポートもうすぐ降りる予定なんですけれども、あのパスポートが降り次第、あの帰るつもりです。そうですね。この子にとっては初めての自宅になるので、まずはあの一部屋ずつの紹介、部屋の紹介をこの子にしたいと思ってます。うん、赤ちゃんのために買い物をしました。 そうですね私は特にあの必要なものっていうのは、うん、こちらで買う予定はなかったのでなかったですけどただあのあれですね何て言うんでしたっけパーシファイアだから要するに口に含むあれ、うん、あれをあの持ってこなかったもので結構あれが大事だっていうのが分からなかったんであれそれをあのあの外の,あのデパートに行って購入しました。うん うそうですね。こちらから買う予定は特にないですけれど、ただあのどんどん大きくなっているので、<laughs> あの自宅の方に戻りましてからまた新しい洋服が必要なのかなと思ってます。そしてここで何が好きでしたか。好きではなかったのですか。うん、えー、っとそうですね。まず、うん、好きだったってまあ。 あのウイクライナの国のことから言うと。あのー 本当に来る前にはウクライナってどんなところなのかなって全然わからなかったんですね。だけどもこう来てみて、あの町が本当に整備されてるし、あの本当に安全な町なんだなっていうのがわかりました。びっくりしました。私たちあの子供が生まれる前にバスなんかに乗ったりとか、それから地下鉄に乗ったりしてあのちょっと町を見学に行ったんですけれども、本当にどこも安全で、あのなんだろう怖いっていうかそういうなあの体験っていうのも全くなくて、そこに非常にびっくりしました。 うん、ちょっとあと嫌だなと思ったのはまあ あの季節柄ですよね冬だったものですからあのこちらは早く日が暮れますよねだから一日が <laughs> 短いような気がしてそれがちょっとあれでしたでバイオテックさんの方はもうとにかくあの何でしょう私たちの生活がこちらにいてほらあまりあの困ったことがないようにということで本当にこう細かいところまで考えてくださっているところに本当にあの感謝しましたそこも嬉しかったです。あの一つあ何かこう うん、困ったっていうかちょっと気になったところがあるとすればあそうですねまず、あのー、あ初めに。 暮らしていたところあの住ませていただいてたホテルの方がとてもいいホテルだったんですけどただうちの子があのおむつ、ね、あのかぶれがありまして要すするに紙おむつに紙れちゃったんですねだからどうしても布をむつを洗濯しなくちゃいけなくてでだから子供用の、ね、洗剤でこうやらなくちゃいけないじゃないですか私手洗いしたかったものですからそこのところで洗濯機がなかったのがちょっと大変でした。<laughs> 今はアパートの方に移らせてていいただいてあの 滝もあるので、あの生活改善されて良かったです。けれども、そこがちょっとホテルに出てた時は困りました。あとはそうですね。あのまあ手続きなんかっていうのはそんなにこう早くにわかるものではないんでしょうけれども、出生届なんかを出す時にあの。 突然ね連絡がバイオテックさんの方から来てあと2時間であの車で迎えに行きますからあの一緒に出かけましょうみたいなそういうことをやった時にはえ子供をね準備いろいろあるから2時間というのちょっときついなと思った時はまああったぐらいまあそのぐらいですかね。うん、ありがとうございます。はいえっと今回私たちがこのビデオの撮影 をあの承諾させていただいたのには理由があってあの私たちもここの,あのバイオテックスカムを探すまでに非常に時間がかかったのがまず一つとそれからあとあのあれですよ、ね、バイオテックスカム実際にこうあのバイオテックスカムを通して子供をあ授かったっていう方たちとお話しする機会がなかったということとあと非常にその。あ インターネットなんかでも情報が限られてるっていうことであの私たちもバイオテクスとは契約はしたものの実際に本当にこれで子どもが授かるのかとかっていう不安が非常に強かったんですね。あ ただ、私たち今は子どもをちゃんとしっかり授かって本当に感謝してるっていう、うん、ところでもってああの私たちのように子どもが長い間できなかった方でもやっぱり子どもを持ちたいって思ってる方たちがあのバイオテックスカムっていうところ、まあ、他にもウクライナありいろんなクリニックありますけどもこういうあの方法もあるっていうことを皆さんにしてもらいたいっていうこととあの何かあのそういう方たちが今の方たちが。 代理母出産をあのバイオテックスカムとあ一緒にこうやっていきたいとかっていう思っていらっしゃる方がいたとしたらばそういう方たちにバイオテックスカムはあの存在ちゃんと存在しますちゃんとしたれっきとしたきちんとした会社ですということとそれからあとウクライナですねあの非常にあの安全な国です。 とということとそれからウクライナの法律はあの非常に整備されていて代理母出産に関するその,あの法律というのが非常にあのきちんとしています。えっ、ー、と一番大事なところ代、まあ、理出産,あ出産を決めるにあたって大事なことというのは最終的に子どもが生まれてからその子どもをちゃんと日本に連れて帰れるのかということだと思うんですけどもその,あ,のあれですよね ここの法律は、えー、っと両だから子供にとっての両親、まあ、私たちの側に非常にあの親切にできてますので必ず生まれたからには必ず本国に連れて帰ることができるっていうふうになっているっていうことあの、まあ、まあ人によってはあのちょっと。 調べるのが難しいとかわからないという方がいらっしゃるのかもしれないなと思ったものですからあの今回このビデオを通してそういうふうに思っているダーリーハーシュさんを検討している方にあの少しでもあの、まあ、お,お手伝いができたらなと思ってこのビデオ撮影をあの承諾させていただきました。 ユーマ・デモナコは感動的な話です。もちろん、夫婦は、かなんを名前して、今は幸せです。